秋田県立医療療育センターは、秋田県秋田市南が丘にある、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センター、児童発達支援センターである。また同法に基づく指定医療機関であるとともに、医療法に基づく病院でもある。主に、死体不自由者に対する医療、療育を手掛ける。略称は、エク。県の第三セクターである。 秋田県住宅供給公社が秋田市南ヶ丘に造成した南ヶ丘ニュータウンが販売不振のため県が造成予定地を取得し当該部分を秋田総合支援エリア輝きの丘として整備したそのエリア内の施設の一つとして入所型足体不自由児施設であった秋田県太平洋育園と心身障害児通所施設の機能を担ってきた 秋田県小に療育センターを再編統合合わせて地方独立行政法人秋田県立療育機構を発足させ当センターを開設した当センターと同じエリア内に秋田県立秋田きらり支援学校が開学し同校とは渡り廊下を通して胸続きで利用できる形とした当センターは乳幼児から成人までの発達支援を行い小児科 整形外科、精神科など8科を置く。また、重症心身障害児が入所する病棟を設置した、ほか、病歴や訓練歴等を記載する電子カルテシステムも導入した。加えて、発達障害支援、相談機能を手掛ける、秋田県発達障害者支援センター付きの棟、秋田を併設した。現在は、住居表示実施に伴い同市や津橋南。当時の建物は、 秋田ケーブルテレビの本社が使用している。ありがとうございます。